ワクチン打ってから2日経ちましたが、副反応で熱が38度くらいあります。何もできないのでマグネットパワーを操る練習をします。副反応は種類や個人差なのであまり参考にしないでください。いや、俺ワクチンした方がいいんかな？した方が良さそう、でも。筋肉注射だから痛くてゲームできなそう。何筋肉注射って？注射って筋肉にしていいの？なんか筋肉にしたらダメみたいなやつじゃね、注射って。ターゲット展開。え、筋肉に打つの？皮下と筋肉どっちもある。垂直に腕に刺す。え、痛そう。注射って普通に痛いでしょ。いい、痛そう。じゃあ何、右手左手、まあ、どっちかわかんないけど、そこがなんか Wi-Fi の呼気みたいになるってこと？そっから 5G 受信できるんだ。いいなぁ。仕事で海外によく行くからワクチン打ったんですけど、痛くて腕動かなかったです。え、やだわ。ちなみに Wi-Fi は受信できませんでした。 5G 対応してないだけっしょ。受信できるらしいぞ。めっちゃ熱出てる人もいた。あれ、なんかウイルスを体に打ち込んで、なんかクソ雑魚いウイルスを体に打ち込んで体に抗体を作らせるみたいなやつなんでしょ、ワクチンって。あ、違うの？注射は全部そう。今回のは違う。おい、インフルはそう。コロナは何なの？注射の筋肉痛、先輩にされる肩パンの方が痛い。どんだけ全力で殴られてたんだよ。ももかーんとか言ってさ、膝蹴りされなかった？太もも。医療従事者だからワクチン打った人いっぱい見てるけど、痛いのはそんな長く続かないし、鎮痛剤くれるから大丈夫だよ。怖くないよ。あー、行きません。じゃあ